日方駅から連絡口駅方面を望む日方駅は、和歌山県海南市日方にあった、野上電気鉄道の上線の駅である。なお、本校では当駅の構内に設けられた乗降場である連絡口駅についても記述する。野上線起点で、構内に、車庫、駅前に、野上電鉄本社を用した、業務の中心となっていた駅であった。日方駅の開業が、 国鉄規制本線海南駅開業よりも8年前であったため、規制本線との連絡に際しては乗り換え専用の連絡口駅を設けて対応していた。JR 海南駅の北東にある短式ホーム一面一線の地上駅で、ホーム、駅舎は線路の東側に設置されていた。有人駅であり、切符販売窓口及び自動券売機が設置されていた。 改札口は駅舎にある一箇所のみで、出口は駅舎の北側に向かって一箇所あった。駅の西側に車両留置用の側線、東側には側線と県車庫があった。構内の南、線路の西側に連絡口駅のホームがある。線路は連絡口駅の先、海南駅の東側で東向きにカーブしていた。駅構内にある。 キロポストについては0.03と表示されていた。これは開業当時は、野上電気鉄道本社の前まで30メートルほど本線が伸びていたことによる、日方駅の構内の南側、線路の西側に設置された単式ホーム一面一線の地上駅、日方駅から80メートル先のところに位置した、木造駅舎もあり、独立した駅名標が設置されていたが、 正式には日方駅の別ホームであり、連絡口駅の駅名標の写真の右にある、注意にある通り、連絡口で降車できるのは、規制本線への連絡客に限る旨に掲示されていた。海南駅とは、手動の構内踏切のある、連絡通路で連絡していた。乗り換え専用の改札口での切符の回収や、連絡通路にあった手動の構内踏切の操作は、 野上電気鉄道の社員が派遣され、行われていた。なお、日方駅の構内であるため原則として日方駅、連絡口駅間の乗車はできず、かスが前駅園との運賃は日方駅を起点として、計算されていた。1992年の1日あたり、乗降客数1221人海南駅の高架化により、跡地はすべて整地されている。宮脇春蔵。 原田勝正、近畿470駅、ピアニッシモ13、132、176、小学館、1992年12月、ISBN978 から40億9395万4082。ありがとうございます。